こんにちは、ナベです。今日はね、新青森に来ました。で、新青森の時間なんだけども、さあ見てみましょう。はい。もう、昼とかじゃなくて、朝の12時になるね。朝っていうか、深夜の12時になるね。これを見つけたんでね、ちょっと、買いましたと。なんかさ、別にの私ハイとかなんとかになってるわけじゃなくてさ、すっげー疲れてさ、もうむっちゃくちゃ疲れててさ、もう大変なんでございますよ。もう超疲労困憊でさ、で今からね、青森駅近くの新青森と青森ってさ、離れてるからさ、だから青森駅近くのホテルにね、泊まりますね。土偶で、ほらよく教科書に出てくる土偶でございますよね。そうだ、トイレ行こう、トイレ。さ、こんなものを見つけてしまったよ。すげえな、さすがにね、和式はこんな使い方がいろいろ考えられる、バリエーション豊富でございます。青森だからリンゴだよ、ほらリンゴのこれ鈴なのかな。はい、そういうわけでね、青森駅の東、新青森駅の東口、なぜかわからないけども、新青森駅と青森駅って場所が違うんだよね。でね、まあ夜っていうのももちろんあってね、まあ肌寒いよね。ちょっともうこれ誰もねえからさ、ショートカットしちゃって、すいません、ショートカットさせてもらいます。だってこういう風に言ってられねえもん。ごめん。で、まあね、東京は暑かったんだけど、かなり、今私今半袖みたいな感じになってるんだけど、かなり肌寒いかな。まあ深夜っていうのもあってね、本当に新幹線駅なんだけれども、まあ、かなり静かな駅でございます。で、普通のね、鈍行だとね、街中で終点青森駅なんでね、だからこれはね、むちゃくちゃね、興味深いんじゃ。駅自体すげえでっかいね、やっぱり新幹線通ってるからね。ただね、これなんでなのか、なんかね、いろいろなんか理由昔聞いたような気がするんだけど、だから新幹線の駅と普通の青森市のね、なんて言うんだろうね、その距離が離れてるんだよね。かなり離れてるけどね。ただそういうレベルの問題じゃないんだよな。一応はさ、駅出ると寂れてるみたいなね、勘違いされる方いるけども、このね、新青森駅とね、青森駅はね、こりゃちょっと違うわけですよ。それとはまたね、ほらこれはよくさ、線路とかで動画とか撮るとさ、当たり前の話なんだけどさ、私立ち止まってないからね、よく炎上とかはするけど、もう道柄仕方がないからね、今のところ別に普通に渡っちゃいけないところじゃないからね。まあ私はね、なんかあれじゃなかったかな、やっぱり実店舗ってどんどん厳しくなって、デパートでね、昔は分けたしね、だから電車使った時にね、今も電車使ったけどもさ、
松木屋だっけかな、松木屋でいいのかな、あのデパート入ってさ、印象深いのがさ、その私有台あるじゃない、ゲームので、あのちっちゃな子供っていうかね、いや、まあ高校の松木屋のあのゲームのコントローラーいつも腐ってるとかって言って、ここは確か松木屋だよね、松木屋っていうのかみたいな、そう思った。あ、このデパートそういう名前のところなんだなとか思った記憶があります。ここはちょっとまあね、だからもしかしてあれなのかな、その最初にそのわざとあの駅と駅離して、そうするとあのよくあるその駅があるところからあの新たにその開発が広がるとかって言われて、もしかして妙に離れて作ったのかもしれないし、とにかくね、あのちょっとね、あの新青森駅とね、あの青森駅は要するに青森駅の方が、要するに青森駅の方が繁華街なんだよ。で、新青森になるとこういうなあの何もないあの立ってるところにあの降ろされてしまうわけ、降ろされてしまうわけっていうか、行かざるを得ないので、ちょっとあのか、うん、だから観光客向けの駅ではないんだよな。なんで私は1キロね歩こうかなと思ってるので、もともと本当久しぶりだな青森行くの。なかなかね、あのいろんな場所とか、別にあのいつもお話ししてる通り私は YouTuber ではないのでね、あのなんかの用事、あのそのなんていうの、目的のためにその動画を撮るってわけじゃないので、うん、例えばその YouTube 最初にそのあの動画ありきでいいカメラ買いました、で動画を撮るためにその後で動画で収益化された時にお金回収しますって考えは私は元なくて、それだとそんなことやってると、あの そういうのはあのうまくいく人って結局その収益化って YouTube 作ってる中で全世界の中で、まあ日本の方はあの確率の方はもしかしたら高いのかもしれないんだけども、あのやっぱり10人に1人くらいなんだよね、あの計算してみると。で私の皆さん登録してくれては大変ありがたいんですが、全体のね、それでも 20% くらいに入ってしまうんだよね、上位の、なのでですね、その収益化でその元を取る、旅行代金のものを元を取る、ね、旅行系 YouTuber もたくさんいるけれども、それ本当に一部で、しかしなんかちょっと肌寒いな。何分ね、東京が、あのロサンゼルスはね、そんなね、あの私があのあのロサンゼルスから立つ時はまではね、会社ではね、あの暖房焚いてたからね、逆にあの東京の方が暑いなって思っちゃったくらいだから、まあそれにしてもちょっと寒いかな、だからあの観光客に対しての新青森駅で、新青森駅を作ってどんどん青森駅まで街、ね、発展していきましょうっていう考えだったとしたらね、かなりまあ間違ってるやり方だったのかなと。なんか諸説いろいろあるみたいだけど、まあ現実はちょっと新青森っていうのは観光客にはちょっと厳しいのかなみたいな。で私はあの最終で来てるのでね、まあどうせ私はバスが通ってもタクシーだろうが、もともと歩いてね、あの青森歩きたかったんでね、久しぶりに本当に。いや、しかしね、もうちょっと私さ、本当にあの動画作る時ってあの物のついでに作ってるんで、
ちょっと疲労困憊で、結構ね、疲れ溜まってんだよな。まあいい。まあ、携帯の電気も、そこそこに充電できたからね。すげえな、この車。多分ね、100キロくらい、100キロくらい、100キロくらい出てるよな、絶対。っていうか、うん。ここ何キロよっていう。危ない。スピード出しすぎだ。まあ、あとはね、本当にあの道なりだね。だから皆様にね、青森市内っていうか、まあ私はもうホテルにそのまま直通いたしますけども、まあ、道としてはもうあとはもう道なりしかないんで、分かりやすいって分かりやすいよね、町までの行き方。まあそれにしてもねえよって話なんで、ね、駅前のさ、ホテルとかもあるけどさ、そうすると本当に駅前なんてさ、もともとはだから青森駅の方、青森駅っていうか青森市の方は、まあここは青森市だけどさ、でっかいからさ、だからそのね、次の日にまたどっか行くとかっていうね、新幹線利用してっていう意味では素直にその駅前の新、青森駅の駅前の駅のホテルに泊まった方がいいんだろうけども、汗でさ、体ベトベトでさ、本当に、あと今日だから寝たのって、その移動の時寝てた後、新幹線の中で寝て、結構ね、ほんとね、ちょっと1分とかね、2分もなんかこういうの動画作るとね、必ずね、変なやつが書き込むんだけど、本当にね、別にいつも暇だよ私は。だけどごく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 たまにね、むっちゃくちゃ忙しい時期とかもあってね、ほんとパツパツだったのよ今日。朝から、早い朝からね、いろいろちょっと移動してね、すっげえ汗もかいてさ、で今ベトベトでさ、着替えする時間もなくてさ、まあいつも行ってる時に、その地獄の三沢じゃないけどさ、俺忙しいからみたいな、そんな感じじゃないんだけど、本当いつも暇なんだけど、今日はねそういうわけにもいかなくてね、ずっと動きっぱなしだったんだね。だから すごいちょっと髪の毛もベタベタしててさ、人もじゃないけど人様に見せられないような感じだ。そう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 、あとね、青森はね、そう、朝ラーメンあるんだよね、朝ラーメン。なんでね、まあ、さっぱりとしたね、朝からラーメンを、明日の朝にでも食べようかなと思ってました。まあ、その、青森駅と、新青森駅、ね、さっき最初の、なんて言うんだろう、道っていうか、ショートカットしますみたいな形で、線路を横切ってっていう、別にあれは普通に横切ってもいい、普通の道路になってるからね。あと、この道さえ出れば、まあ分かりやすいよね。ひたすら、これね、私、ゴミ捨てたから、暗くて分かんねえわ、もう。ゴミ捨てたかったのよ。だからずっと私、手に持っててさ、飲んだ後。これ動画にしたら、一気に全部動画にするとかなりの分数になるのかな。まあただひた、あ、でもこれいいかもしれないな。ただひたすらね、歩いた動画っていうか、どうすれば青森市まで
行けるのかって、まあどうすればいいでしょうって中にはいるのかもしれないから、まあ夜だろうとただひたすらここの道に出てもらって、ブックオフだねあれね。あ、まああれだよね、あのどこのさ、ちょっとこれ怖いんだよな、あのどこのさ、あの地方都市っていうかでも見られるんだけどさ、これアルペンだよね。アルペンがもうあのうまくいかなかったからこういう感じで立て直すのもね、こういうふうに壊すのも金かかるから、これだからアルペンだね。何もできなかったっていうか、だってあの最後の最終の新青森にの駅になんとか乗る券買って、なんとか乗る時はもうちょうど10分前だったのよ。で10分前にあの切符買ってお弁当、あのまあお弁当買ったのは前もってよかったんだけど、今さその昔みたいにさ新幹線の中でさ、あのグランクラスは違うよ、あの弁当は出ないのよ、出ないのよって元も出ないけどさ、あの買えないのよ、あのおつまみみたいなのは買えるんだけど、そのお弁当とかっていうものがあの買えないわけだから、その10分前にうわやべえって話で、弁当買ってそれもすごいお腹空いてたから、あの2つ買って2つ大宮に着くくらい前には全部食べ終わってて、あと 500ml の2本ジュース飲んで、で最終で来て、まあ、今に至るみたいな、まあ、よく私も話しますね。ほらほらね、光がどんどん大きくなってきた、大きくなってきた。ただ帰りはもう夜でいいよね、夜でいいよね。帰りも、まあ、これ帰りがまあ明るくなるだけだし、 夜歩いてこういうふうに歩く動画もまたそれはそれで貴重だとは思うんでね、夜に行った人ちょっと分かんねえよって、でもある程度前もって、ね、動画を見てくれればここをまっすぐ行ってこのね、あの橋とかもね渡っていただいて、橋渡ってなければ、まあもちろんそのジモピーの人たちはまた行き方とかいろいろあるんだろうけども、その我々観光客みたいなね人たちはそういうジモピールートっていうのは分からないわけだから、分かりやすいルートで行くしかないんだよね。むしろなんか私逆になんか今の時点で目が冴えてきたな、はあ、で表示が出てるね、県庁で県庁行き、県庁に向かっていけば、まあ明らかに町だよね。あ、100円で、まあ、どっちでもいいんだけどさ、国道7号線かな、この上がこっちを行きまして、まああとだから、いや1時前に着ければいいのかな、多分1時前に多分着くんじゃないのかなっていう私個人も予想はしてるんだけどね。まあ、一応ちょっとあのホテルに連絡はして
て、その12日回るとその保安の関係で閉じますよって、扉だからインターホンっていうか押して、ホテルの人呼んでくださいって連絡ちゃんとね、やっぱりしてくれたよね、そのきめ細かいサービスみたいな。なかなか10点満点とかね、いろいろそういうのは、まあ、5つ星中の5つ星とかなかなか難しいけれども、やっぱり10の中の9点取れるくらいのやっぱりホテルなんでね、まあ、あとは私はそのホテルのまたプレビューっていうか、なんて言うんだろう、紹介みたいな、まあそんな、部屋の紹介をしようかな。やっとあれだね、まあ深夜、平日の深夜だから仕方がないけど、今初めて人と通り過ぎましたね。もう私はさっき食べたんだけどな、まあ夜だから結局の話、もうホテル帰ったら、ホテルの中はこんな感じになってます。来た来た来た、さあサーキット借りて走ろうよ、危ねえんだから本当に。信号はどうせ無視してまたメンテナンスになんだからさ、やめなよ。まあ大きいね、だから本当は走りやすいからね、青森の道もでっかいからさ、だからその駅からの直進もすごい長いしさ、やっぱりどうしても頭の悪い人たちはスピードを出そうと思うんでしょうから、それはそれで危ないよね、本当に歩行者がいたら。よし、道は本当にでかいよね、でかいとやっぱりスピードを出したくなるんだけどさ、あでもあれかな、ほら日本全国さ、東京都はさ、なんだかんだ言ってそのコロナ禍の時にはさ、東京に住むいうんじゃなくて、なんか地方でリモートワークみたいなことを言っておきながらさ、ね、今になってそのリモートワークやめますとかで、結局その東京都のやっぱり人口増えて、で地方都市の人口はやっぱり減って、ほとんどのところで減って、で県で見るとそうなんだよね。不動産やっぱりさないと、まあ地主の人だからいいんだろうね、まあ、よく東京の地主のバカ息子とか、なんか新車のバカ息子がね、いい車を買って事故を起こして死亡事件とかね、そういうのが目立つけどもさ、まあ、どうしてもね、東京に人が集まるってことは、すっげえ狭い部屋とかあるじゃない、今だと2畳とかで7万円ですわ。まあ実はそんなことなくて、7万円だったらね、いくらなんでも他にもね、都内でも借りられるよとかっていうのあるんでね、
決めた。あ、14度。ほらほらほら、14度だよ。だから14度だから、それにしてもまあ今夜だから仕方がないんだけど、青森としても今の季節は14度は寒いんじゃないのかな。ね、最初降りた時やっぱり肌寒いってお話をしたけども。そりゃ14度だとそれなりにね寒いですわ。 あとさ、その私が泊まるリッチモンドホテルさ、だからただここ直線でさ歩けばいいだけの話なのよ。だからまあ動画にも少しやすいし分かりやすいで、県庁の近くもだからもう当たり前青森市の市街地にねほら入ってきてるんで、まあ、動画としては多分分かりやすいんじゃないのかなとかと思ってね。いつも私はだからその動画作るときって動画を作ることを主としてないので、目的があった場合、あ、どうせだからね、動画も作った方が目的勝手に作る動画なんで、いつもだからなんて言うんだろう、動画を作ってそれ分の旅費とかを回収しようって考えは全くなくて、そもそも私のその旅費はもともとその自分の中の予算としてあって、でそのどうせその目的がねあるんであれば動画作ってアップロードした方がまあ世のため人のためにもなるしね、それでお金がもらえるんで、はっきり言ってね、お金なんてまあ正直私いらなくて、っていうかさ、もう収益化さ、もう全員さゼロにしろよ、しようよゼロに、それで十分だって。だ変なのとかさ、その炎上目的でさ動画作ってみたりとかさ、全くさその就職とかさそういうのはビジネス関係に役に立たない英語でさ、英語ではなんとかと言いますみたいな、全然いつもさ、結局その物を買う動画、英語で物を買ってみましたっていう、そういう動画でさ10年何にも進歩してないよねっていう、そういうのとかね、やっぱりどうしてもお金を稼ごうと思うからね、変な動画っていうか、まあ見てる人たちにはすごい有益なのかもしれないけど、ただ私から言わせてみれば、その YouTube 15年くらいあって、タケノコのようにね、例えば英語系の、私英語系の YouTuber って好きじゃないのよ基本的に、変なことしか言わないから、で英語でこう言いますとかって言いながらもね、日本人の英語系 YouTuber ってことごとくなんか車上話とかにあってんじゃん。だ全然本人自体がやっぱり知ってないので、そういうふうなさも文化を語るみたいな形って、で就職っていうかもね、日本人だからとかアジア人だから落ちたとかさ、違う違う違う、それ言ったら私何なのよって話でさ、根本的に違うのよ。だからそれ信じてね、仮に15年経ったとしたら、中学生か、まともにバカみたいに信じてさ、そのこのね、この何々さんの言う英語は間違ってる、あ、間違う、この何々さんって英語 YouTuber はさ言ってることは素晴らしい、学校の教育は間違ってるとか、そういうふうなね偏った意見になっちゃダメよ。だって15歳から見て将来は海外を飛び回って、もうそんなことは、そういう信じちゃったらさ、もう今30だぜ、15歳だったらどうすんのよって、30歳だったら45歳だぜ、そんなわけのわかんねえやつ信じたために。もう信じるべきじゃないよ本当に、日本人の英語系 YouTuber とか YouTuber とかインスタグラマーってマジで。でおめえはね、その割にはおめえ全然英語できねえじゃん。そうだよ、
英語できないけど逆に私は働いてるからね、アメリカの企業っていうか外国の企業で、で海外行けるなんてすごいです。そりゃね、あの私は動画撮ってるのに私もね行っておりますって話になってくるんで、学生の時だって私金なかったもん本当に。だからその YouTuber の人とかがさ、時給は30万円だとかでっかく、まあ多分 税務士とかあの来るんだろうけどさ、でっかいこと言ってるけどさ、コロナ禍前から私言ってるけどさ、あのみんなカツカツだぜ。なんかだから背景見ると、ああなんなん結局の話結構カツカツの生活してんだなとかって、そのねコロナ禍の時も私も言ったけれどさ、そのさもそのアメリカで華やかな生活をしてます、コロナ禍になった時に貯金とかもしてないしさ、そりゃそうなるよね。あのまあだから家賃払えなくなるよね。まあでもその人たちはいいのはさ、あの日本に実家があるっていうのはいいよね。私みたいに実家がないからもうそういうような状態になったらさ、もう私死ぬしかないもん。だから後ろに下がったらもう死んじゃうっていう、後ろに下がってもその家族が助けてくれる実感があるとかってそういうあれではないので、まああとはね話はずれてしまったけどね、あのまあ私はその例えばその青森県に行って動画を作って、それ分のね新幹線代をあの、ね、回収しようとかね、そういうことはもともと考えてはいなくて、目的あってそれであのね動画を作っ、どうせだからね動画を作ろうとか、そういうこれは今昔からも今も変わらないやり方なのでね。しかし青森市の道でっけんだよなねえ。これはまあ秋田市もだから前お話したように秋田市の道もでっけえのよ、すごい。だから車としては車社会としては走りやすい。でもさすがにねあの疲れてきましたね、もうちょっとだな。いいんですよ、あのもし歩くとしたらあの1時間、やっぱり1時間ちょっとかかるな、1時間以上繁華街に出てくるまで。だから観光客としてよし歩くぞっていうのはおすすめしないのかな。あのいろんなところ見たい、青森のいろんなところ見たいっていうのもやっぱりあるので、それを考えると歩く時間を節約して、でね、歩く時間を節約して違う青森市の観光に時間を割いた方がやっぱりいいのかな。私はその本当にそういう時間も今日本当に夜しか空いてる時間なかったので、新青森の駅にねはやぶさで乗るのも最終のほんと10分前よ。あ、車来た。だから時間あったら朝ラーでも、青森県のその朝ラーいいよね。さっぱりしたラーメンで朝にラーメン食べるっていう朝ラーが青森市はあるんでね。時間的にはどうなんだ。あ、ちょうど50分、あの1時10分前に着きましたね、リッチモンドホテル青森。やったー。でも閉まってんだって、だからお呼び出しくださいって、あのやっぱり保安の関係があるんでっていうか、どこちょっと入れる、あ、入れた。で、えい、おー暑い、今度は逆に暑い中で受付までだね。
ホテルのフロントすごい綺麗、超綺麗。